どうも、皆さん、こんばんは。ツチノコブラザーズのペペロンです。今回も脱出マップをやっていきましょう。ということで、今回はですね、なんとも不思議な部屋からの脱出というマップをやっていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。まずは、ここだね。おなじみの。アイテムロストによる罪防止のため、時間経過でアイテムが近くのプレイヤーに響します。通常の額縁に入っているアイテムは左クリックで取り外せます。なるほど。輝く額縁に入っているアイテムは取り外せませんが、右クリックで回転できます。アイテムを右手に持つことで自動でそのアイテムに注目します。注目することでアイテムに説明が追加されることがあります。いろいろ試しましょう。なるほど。花床を使った名付けは名札のみ行ってください。名札以外のアイテムの名前を変更することは禁止とします。ボタンを押したらスタートです。よし、じゃあ行こう。ゴー。なんとも不思議な部屋からの脱出。わあ、なんだここ。名前を忘れた魚。これは取れるやつだね。隠された3つの硬いもの、なんだ。じゃあとりあえずまあいろいろ触っていこうかな。これは手に入れたアイテムでクロスワードを完成させよ。先頭に1つ入れば良い。漢字はカタカナに直す。樽はロックされてる。わあ、なるほど。これがクロスワードか。漢字はカタカナっつってたね。グローストーンだ。特にオフハンドでもないね。なんだろう。お、何これ。これは、お、ネザライト。何これ。なんとかなんとか4。あ、取れない取れない。あ、待って、なんか取れたな。あ、取れてるぞ。なんだ。あ、消えた。え、何。ネザラ、イだよな。多分、4だった。ネザライトで、5文字の、ここだな。ネザライト。ここに入りそうな気がする。で、これ外すとなくなるんだね。なるほどね。まあ、いろいろ探索してみよう。こっちは、あ、こっちもなんかあるけど、もう、ちょっと戻って、多くの板材、木の棒。お、またこれ焼くんじゃないの。クラフトしたアイテムを火に投げると、てんてんてん、ボールは4つで1つ。ボールは4つで1つ。ボール使うか。あばい。お、なんだ、何も起こらん。ボールは4つで1つ。針は4時44分を指している。回転はできるんだよね。なにこれ。うわ、あ、なんか色変わるんだけど。結構いろんな色があるんだな。じゃあこっち行ってみようか。あ、ここにもある。あれ、なんか同じじゃね。え、なに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 。え、同じじゃない？ちょっとここ色変えようか。え、繋がってるんだけど。なんかここだけ色が違うな。なんだろう。色というか、ここだけ羊毛じゃないんだよな。小麦。あ、取れた。なんかある。レンガ。丸一。レンガ、丸一。四でしょ？で、これが一でしょ？が、なんとか、なんとか、なんとか、い、なんとか、なんとか、とか感じなのかな？なんだろう。なんかあったな。色の組み合わせ、三所宿坊？三所宿坊。あ、待って、三五、三所宿坊。ここかな。三所本本本。宿坊でしょ。格子はこれ何色。オレンジ。
多分オレンジだよね。祝う、あ、待って、ケーキだ、あ、ケーキだ、黄緑だ、黄緑は全然わかんねえ。うわ、開いた、何だったんだ、紫開いちゃったよ開いちゃったよ。グローストーンだ、またグローストーンだ。こん中グローストーン入れてみる。あ、チャージされた、もう1個。あ、じゃああと2個必要なんだ。ボタンでもちょっと投げてみる。2つ消えたんだけど、さっきね、この木材がどっか行っちゃったんで、先ほどのこの木材が消える前まで進めました。ちょっとね、1個やってみたいのがあって、クワ、これほら、いざ農業、取れた。あ、なんかある。おいおい、待て待て、ゴールド、ガーレンガでしょ、ガーガーゴー何これ、ガーゴイル、ガーゴイル、あ、これか、多分ガーゴイルだと思う。てい、ちょっと裏画面行った。これでちょっといけるんじゃないか。ほい、来た、ガーゴイル。そうだ、私の本当の名前は、よし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 、俺様の本当の名前はガーゴイルだ。グヘヘ、ありがとうよ。来た、グローストーン。ほい、あれ、なんか順調じゃね。クラフトしたアイテムを火に投げ入れると、ああ、な、戻ってくるってことね。じゃがいもとか焼けんのかな、これ。あ、焼けた、あ、じゃがいも、あ、焼けた、ベイクドポテトになった。ベイクドポテト、ど、はぁ、マジでわからん。手に入れたアイテム、はい、ということでですね、まあちょっとあのベイクドポテトにジャガイモがなってしまったので、やり直ししました、またここなんかすごい成長するんだよね、すぐ。だからこれでちょっと一旦ジャガイモをこうして増やしてベイクドポテトを作ってみようかなという、まあ、これでね、ロスするあれもないでしょ。多分なんだけど、ボールは4つでしょ。だからボール、なんかビートルートのスープか、何か使うはずなんだよね。パンできるな。パン作っとくか。ちょっとやってみるか。1、2、3、4、5、6。ここ多分パンだよね。そしたら、パンで1、2、3、4。パン、人参じゃない？人参。ここは1、2、3、4、5、6、7。7。歪んだキノコか。歪ん、にん、合ってる合ってる。歪んだキノコ。こ。小麦。小麦。オッケー。ここだよな。1、2、3、4、5、6。じゃがいも？じゃがいも、違うな。小麦の種。小麦の種？小麦の種の？あ、でもビートルートもあんのか。ビートルート、ビートルート。ボールじゃない？ボール。え、ここは？ 1、2、3、4、5。じゃがいもか。じゃがいも。これでどう？はい。あ、来たー！あ、クロストーンゲット。来ました。ほい。あれ、俺あと何入れてない？グローストーンでしょ？これか。そうそう、やり直したから。お、びっくりした！びっくりした。これは、なんだ？あ、もしかして、これ、あれか、ツールで、クラフトするんかな。ちょ、また、またボールが、ボール消失。ね、またボール1個消失したんだけど。
クリエイティブモードでボールちょっと一つ出させてもらいました。でボール4個にして多くの木材をまた手に入れました。で多分これでなんか木の斧かな、これツルハシか、ツルハシかな、こいつに掘れるものなんてあるのか、これ違うの、違うな、あーできた、おお、なんだなんだなんだ、なんかいっぱいゲットできる、よしよしよし、なんかいっぱいゲットした、おお、むっちゃ食ってるけど、おお、なんかどっかに移動できんのかな、木の剣作ったけど今回は役に立ちそうにない、だって。じゃあシャベル行ってみる、今回は役に立ちそうにない、何ですかホーラスフルーツは、ガーゴイルさん、なんかすごいな、永遠と食べてるんだけど何これ、永遠と食べてるんですけど、そんな食べるひたすら食べてるんだけど、なんだろうな、あ、びっくりした、え、なに、え、え、ああ戻った、え、なにこれ、これは何、答えはちょめ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 、答えを記した名札を右手に持ち感圧板を踏め、なるほど、えい、あ、これ回転ができるけど取り出せないってやつだね、なんだ、うわー、なんだ、意味わかんねえ、わー、変わった、え、変わった、取れんのかな、取れないか、スライム、これなんだっけ、プルパブロックだっけ、アメジストなんちゃらフック思い出せねえ、これがソウルサンド、これドロッパー、ドロッパーか、ドロッパー、ソウルサンド、アメジスト、あれ？なんか違くね？何ですかこれ？スクリーンショット。え？なに？謎。赤い数字かける黄緑色の数字プラス青の数字。へえ？そっか、向こうとあれで違うのか、じゃあ、はい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 、ちょっと今ねこれ気になってあのファイルの方を見てみたんですよ、そしたらこれわかるかな、変わってると言ったらここが全部小麦なのと、時計の位置、じゃあキノコ戻す、ボタンあって、ここ黒白白白なの、なんかちょっとやってみようかな、これを。なんで、ここを黒にして、戻して、そして、あ、ここはあれだ。あった、ボタンはあったわ、普通に。ここが小麦でしょ？で、これが、こんな感じだったよね。キノコ戻す。え、これじゃないの？俺、リソースパックさ、昔のあれに戻してたわ。ろうそくの火が消えてる。ろうそくの火は消せるの？あ、消えた。こうじゃない？あ、来たー！エンダーアイ、設置可能、エンドポータルフレーム。あ、これであれか、どんどん入れていくのか。
鉄のつるはし、ドア、白樺のドア、なんとか、これは石炭？木炭？なんだろう？石炭かな？あ、なんとか、あ、なんとかせ？ん？なんか作れる？赤い数字。赤い数字これじゃない？ 444。なんだっけ？赤い数字かける黄緑色の数字プラス青の数字だから、多分、444？青の数字じゃない？ 2。2、ろうそく 1？ だから、ろうそくが1でしょ？足す、青の数字 2？ かな？で、3でしょ？で、3かける444？ 1、3、3、2。来た。来ました、エンダー！よっしゃー！ほい。ソウルサンド、ドロッパー、矢印、鉄の剣、アメジスト、トリップワイヤーフック、矢印、スライムブロック、プルパーブロック、矢印、なんか。これ前出てきたよな。格ゲーのコマンドみたいなやつ。何これ？待って。矢印、これ動かせるんちゃう？ C が、矢、四角、斧。何？矢、斧、剣じゃん。ソードだな、C は。ソード！ソードじゃない？待って、ソウルサンド、ドロッパー、矢印、ソード。これ伸ばすんじゃないの？これ。で、これほら、アメジスト、トリップワイヤーフックで、間に入れると、アートになるじゃん。ってことは、これはスライムブロック、プルパーブロック、スープじゃない？ボール、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 ボール。スープな、立った。ビートルートスープ？ビートルート始めて。じゃ、スープ作って。これできるんじゃないか？セイブ！エンダーアイ、ゲット。セイブ！あ、ラスト1個だ、あそこだ、ここだ。白樺、モード、あ。セカモで終わるやつ。も、じゃがいも。じゃがいも、木炭。あ、待って、さっきさ、青くなったじゃがいも出たよね。取れた。あ、なんかある。おいおい、待って待って、ゴールド？青くなったじゃがいもじゃない？青くなったじゃがいもガチャするか。怖いって、やめて、怖いって、やめて。あ、来た！青くなったじゃがいも。よし。多分これだろう。あ、来た！エンダーアイゲット。お、開いたー。ゴー。まだあるね。音楽で満たされ、日の光が差し込む部屋で、この世界から脱出するとき、脱出を果たされる。焚き火。これ落ち、なになに？落ちてきた。え？ああ、なるほどね。二度目の進捗達成したんだけど。ジュークボックスあったっけ？あるなぁ。あ、なんか、出てる。なにこれ？え？なんだこれは。あれってか、これやってなくね？これはなに？漢字二文字。答えを記した名札を右手に持ち感圧板を踏め。鉄、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 金に、エンドストーン。なんだ？やっぱでもこっちだよな。また進捗達成出た。進捗。待って！待って！
これじゃない？ちょっと待って。いやー、これだ。いやー、進捗クラフトやっててよかった。これじゃねえの？え、これじゃないの？漢字2文字でしょ？進捗じゃないの？いや、進捗クラフトじゃねえのこれ。クラフトじゃねえ。進捗じゃないの？ちょっと待って待って待って。そうだよね。1、2、3、4で、1段上がって1、2、3。で、1、2で、これが金でしょ？そうじゃないの？で、お、来た。おー、すげえ。お、すげえ。すげえ。やった！これはスッキリ。これはスッキリすぎる。声に出して読み、左から抜き出せ。7、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 7
イド金属を手に入れ、ん？なんだ？とでしょ？マインクラフト、石器時代、ペイントペイント石器時代、石器時代、いらね。アツプグレ、トイレ、トイレ。金属を手に、みか。トイレに、ほ。ほ。アイスバケツ、チアレ、出た。トイレに、これ。さらなる、これ、トイレに、これる。掘れる石、トイレに掘れる石トイレに掘れる石、トイレに掘れる石、トイレに掘れる石、トイレに掘れる石があるの。トイレに掘れる石、ツルハシ作ろう。ツルハシ、木のツルハシ作って、掘れんぞ、掘れんぞ。あ、ちょっと待って、いける。お、来た。ハーフブロックゲットした。レナレーン、アザーサイド。あ、これは、もしかして、音楽をかけろっつってたもんね。うわ、うわ。え、これ上、行くの？どうなんだろう？え？ネザー行く、ネザーじゃねえ、エンド行くか。どうやって脱出すんの最後。あ、待って待って、出れない、出れない、出れないよ、出れないよ。ボタン押すのかな。違う違う違う、ボタン押すんじゃない。音楽で満たされ、日の光が差し込む部屋で、この世界から脱出するとき、脱出は果たされる。何？どういうこと？この世界から脱出するとき、脱出が果たされる。一回タイトル戻ってみるか。え？あ、クリアしたよ。お、やった。クリアした。脱出成功おめでとうございます。この世界から脱出するという文章は、つまり、このワールド、なるほどね。ワールドデータから一度出てタイトル画面に行って戻ってくることを指していたんですね。いやー、すげえわ、それは。よくわかんなかったけど、脱出できてしまった？まさかね、やばい。やばい、読まれてる。これは、見られてるな。PS、ワールドのどっかに作者の人形を隠してみたので、よければ探してみてください。ヒント、クリエイティブ、もしくはスペクテーター。お、作者の人形？ちょっと探してみるか。あ、いる！いた！
作者の方だ、これ。どうもどうも。おやおや、見つかってしまいましたか。というわけで、なんとも不思議な部屋からの脱出、いかがだったでしょうか。これだけコマンドでできることが増えた今なら、部屋が一つだけの脱出ゲームも作れるかな。でもそれ嬉しいか。というところから着想して作り始めたマップでした。結果的に部屋は一つでは進みませんでした。次回もし作るなら中編から長編を作ってみたいですね。アレイという新モブが追加されるんですが、あれめちゃくちゃ良さそうじゃないですか。他の方とネタが被りそうなのが懸念されますけど。長くなりました。ここまで読んでいただきありがとうございました。次回作があればまたよろしくお願いします。今回初めましての方は、良ければ過去に作ったマップの方も面白いので、ぜひ遊んでみてください。ではでは。ちょっとここ隣にね。ということで、ご視聴ありがとうございました。この脱出マップのダウンロード先は概要欄に貼ってますので、よかったら皆さんもちょっと遊んでみてください。いや、今回も面白かったね。めちゃめちゃ楽しかった。もうね、謎解きはスッキリするね。進捗のところとかマジスッキリした。まあ、そんな感じで。この他にもいろいろマイクラの動画上がってます。これ以外の謎解きの動画もね、上がってるんで、よければね、見てください。ということで、今回は以上になります。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録ぜひお願いいたします。ツチノコブラザーズのペペロンでした。また次回の動画か配信でお会いしましょう。バイバーイ。